ケイ。あ、後ろになんかいるぞ。あ、電話だ。なんか、あ、もしもし、背後霊が今取り付いています。皆さん、こんばんは。ただいまの宇宙戦艦マヤ島の時刻は2020年11月23日月曜日の午後7時6分です。では本日のお知らせです。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。宇宙戦艦マヤ島の住民一同でお客様を歓迎しましょうね。では本日も楽しい一日になりますように。しずえより。お客さんですか。お、スマホです。もしもし。もしもし、こちらはたぬき商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださった雑草など品物の代金2392ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。ありがとう。はい、皆さんこんにちは、ピカです。集まれ動物の森、やっていくよ。はい、そしたらね、何か、イベントがあるみたいなんで、まあ今起動したんですが、ちょっと待って、マイルを、これ8000マイル貯まったら OK。 8000マイル貯まったらあれだったよね、ポケット拡張できるんだよね。もう少しだね。よーし、まあそしたら、着替えてないけどこれでいいか。料理をね、なんか、あの旗見たんですか。狂っちゃったんですか。自撮りですか。オース楽しくやってる。オース楽しくやってる。ウキキ。今朝気づいたんだけど、腹巻きを前の家に忘れてきたみたいなんだ。ま、なんとかするさ、ウキキ。冷え性なのあんた。あ、そうなんだ。あ、ジョニー。起きろ。No! エリザベス Go away! 来ないで、臭い。何言ってるんですか。は、ここは天国ですか。ん、
もしやピカさん？おう、ということはジョニーはまだ生きてるってことですね。ちなみにエリザベスは私の襲ったハリケーンの名前です。そのせいで私は船から海に投げ出されて遭難してしまったんです。やれやれ、また仲間に助けに来てもらわなければ。ほら、この通信装置さえあればおなじみのごとく。って、Oh my gosh! 私の大事な通信装置が壊れちゃってます。バッキバキに割れて通信装置のパーツがほとんどなくなってます。これで私の仲間が見つけ出してくれるのをただ待つしかありません。二度目ですが。しかし、それでは一体いつになることやら。お願いです、どうか通信装置のパーツを集めてきてくれませんか。これなんかお礼もらえるんだったよね。まあ個人的にやっておくよ、ジョニー。うん、君はもういいよ。砂浜ね、わかったよ。オカマたちがきっと私のことを探し回ってるはずなので、私は船を見逃さないようウォッチングしてます。うん、頑張って。よし、そしたらタヌキチの方にいるのかな。タヌキチの方行ってみるか。あ、キャンプ、そうそう、キャンプの人見てみよう。キャンプサイト、誰が来てる。あ、ピカちゃん、なんすか。あー、なんですか。チャオ、元気ラン。晴れの日は空気が気持ちいいよね。深呼吸するだけで健康になりそう、ラン。うん、いいよね。はい、入りましょう。ジミー、いや、僕はジミー。このキャンプサイト初のキャンパーさ。なんだそのペロリンキャンディーみてえの。いいファッションですね、貴様。俺と互角じゃねえか。君はこの島に住んでいる人かい。しばらくの間お邪魔させてもらうね。うん、あなた いいね。君だけに打ち明けるよ。実はこの島に来てからやけに視線を感じるんだ。みんなとても親切だし、もしかして僕に帰らないでって思ってくれてるのかな。ヒュー、君もこの島においでよ。え、いいのかい。でも勝手にこういうこと決めちゃっていいのかな。ヒュー、そうだ、君はここの住民だし、島の管理人さんとも知り合いなんだよね。僕がこの島に移住できるよう管理人さんと相談してもらえないかな。任せてよ。ありがとう。僕の運命は君に託した、ヒュー。おほほ、待ってなちゃい、ヒュー君。この島もまああれ何人か、まあ、定員あるんでしょうね、おそらくね。うん、まあ、うん、まあ切り捨てていくしかないでしょうけど。そしたらタヌキチの方行くか。あ、ホクロじゃない、ホクロじゃない、フクロウいたよね。今よく歌ってるねお前。
。あー、いいよ。はい。おかしいな、俺ダウンロードしてねえからかな。ダウンロードしなきゃいけねえのかな。ちょっと座ろう。ピカさん、どうもどうも。しずえさんに放送でもお知らせしてもらったけど、今日はキャンプサイトにお客さんが泊まりに来てるんだな。もピカさんも時間があれば、いや時間なくても作って様子を見てきてほしいだな。も見てきました。ついでに脈がありそうだったら、ぜひとも宇宙戦艦マヤトへの移住の勧誘もしてきてちょうだい。勧誘したよ。え、本当に？さすがピカさん、仕事が早いだもん。牛丼伊達に牛丼ばっか食ってることねえだもんな。となるとのんびりしちゃいられないだもんね。次にやるべきことは新しいお家を建てなくっちゃ。あのピカさん、ピカさんが勧誘してくれたんですよね。そうですよね。うん、てめえ、お客さんのお家の場所を決めてもらえると嬉しいんだけど。ああ、決めてやるよ。そうしたら土地を確保するためのハウジングキットを渡しておくだな。もあら、ピカさん、こんばんは。本日はどのようなご相談でしょうか？あれ、ここにも特にないな。やっぱりなんかダウンロードしなければいけねえのかな。イベントね。ちょっと探す。マイルね、溜まったからね、8000。先にちょっとポケットでっかくしたい。ポケット詰め込み。ナウイリアクション。あっと、あ、これなんか宣伝されてたな。はいはいはい、2700もいるの。ヘアアレンジ。あー、ヘアスタイルまだプラス6できるんですね。はいはいはい、わかった。そしたらとりあえずポケットね。これででっかくなったのか。どんな感じです。おお、はいはい、もう一列増えたっちゅうことやね。まあこれで限界なのか。了解。どうやらね、11月、26日、あと3日後に、イベントが開催されるみたいね。はいはい。これも
これもなんかクリスマス用のケーキなんですけど、あの地べたに置いちゃってるね、俺ね。そしたらどうしよう。あ、そう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 、お家ね、お家を、ネズミくんのお家をね、決めましょう、場所。どうしよう、まあ、綺麗に並べてった方がいいのかな。ここら辺でいいか。決めろ。潮風に揉まれまくるんじゃ。よし、これでタヌキシのとこ行けばいいのか。ピカさん、どうもどうも。どうだなも、新しいお家を建てる場所は無事に見つかっただなもか。バッチリ。おお、それはよかっただなも。住む人は決まってるわけだし、一日でも早く引っ越してもらえるようにお家の工事も超特急で進めるだなも。それにしても移住希望者はいつ現れるかわからないのに、その度に慌てて土地を探すっていうのもあまりにも行き当たりばったりだもね。そうだ、こうするだなも。今後はインフラ整備の一環として、あらかじめお家用の土地を確保して売り出すことができるようにするだなも。手数料はいただくけど、その代わり無事に入居者が現れた時点で成功報酬としてマイルを差し上げるんだもん。いいんですか、よくわかりませんけど、ご協力お願いしますだなも。うん、します。マイルと言われれば、参ります。うん、しますよ。セレモニーに参加したい。何のセレモニーですか、テントか。何をすればいいんですか。今言ってたの、まあ土地を確保するっちゅうやつどれなんだろうかね。インフラ整備なんだっけ。土地を売り出す、箸や坂の相談。はい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 、箸かけたい、もっと区画整理がしたい。あー、坂はあのか、はしごなくても上がれるようになるのか。箸をかけたい、まずね。あ、釣り橋、お、たっけ。ちょっと待って、お前これマイホームやんか。おい、ちょっと待って、和風の橋。え、あ、たぬき開発は1101000万16万持ってるんだ。じゃあね、
吊り橋でいいよ。そのたぬき開発の予算はどこから出てくるんですか、あなた。まあそしたら箸をかけてくっか。まあこれが町をなんか綺麗にするとかなんとかなんですよね、おそらく。まあそしたら、ここでいいか。結構広いんだね。ならここはどうじゃ。じゃあここが。あ、ここでいいのか。オッケー、ここでいいよ。オッケー。あ、後ろになんかいるぞ。あ、電話だ。なんか、あ、もしもし、背後霊が今取り付いています。もしもし、ピカさん、何言ってるんですか。タヌキチだな。も釣り橋を建てるのに良さそうな場所は見つかったかな。あ、背後霊とバッチリ見つけました。おお、それは良かっただな。もそれで工事のための募金のことだけど、きっと一緒に設置してくれた埴輪くんが担当してくれてるだな。もああ、埴輪くんですか。あれ、島のみんなでちょっとずつ設置費用を募金してもらって、目標額に達したら工事を始めるだな。もはあ、もちろんピカさんが自身がポケットマネーでがっつり寄付してくれてもいいからね。そうしないとなかなか集まんないし。俺は家のことで精一杯です。もしもし、もしもし、とにかくあの設置費用を寄付するときは埴輪くんまでよろしくだな。もそれじゃあね。何言ってんですかお前。あー、埴輪くん、こんばんはでございまひ。ただいま釣り橋のための募金をしておりまひ。目標129,800ベルに向けて現在0ベルの寄付が集まっておりまひ。なんとかするまひよお前てめえ。目標まであと129,800ベル、1ベルから受け付けておりますので、とっとと集めるべひよ。はいはい、協力します。10ベルです。10ベルベル、はい、募金します。ご協力ありがとうございませんでした。はいはい、わかりました。まあこういう感じで、あ、金だ、金です。10ベル失ったから1万ベルぐらいもらわんと気が済まねえんだ。1000ベル。こっそり財布にしまう。よし。ジョニーがまだここら辺で死んでいる。死んでいるが、これはまあ個人的にやっておく。金目のものをまたくれるかもしれんからね。よし、そしたら他のことしよう。タヌキくん。町をどんどん
活性化していきたいんです、うん、他のことをできますか。あとね、マイホームを、増築したら、まあね、マイホームローンとか終わったら、まあ、今度増築できるみたいなんですよね。増築したら、まあ、収納数が、まあ、増えていくらしい、うん、だからどんどんねベル集めて貯めたい貯めたいじゃない集めて貯めたいで一緒じゃないですか。たぬきちさん、ローン返済したい、うん、土地売り出そうよ。新しい住宅用の売り土地を探して来てくれるんだもんね。うん、それだよ。手数料です。1万ベルいただく代わりに引っ越しが決まれば契約のお礼としてマイルを付与させていただいているけど、いや俺は今マイルよりもベル派なんですよ。いや、またにしますわ。とにかくローンでベロンベルだから、うん、わかった。そのローン払い終わったらまた考えますよ。じゃあ他のことしよう。この中のですね、区画整理がしたい。どういうことですかこれ。うん、あ、やっぱりこの建物はこっちに建てておけばよかった、なんてことがきっとあったと思うんだな。もはあ、そんな時のためにすでにある建物を動かして島の土地を有効に活用するための区画整理の相談を始めようと思うんだな。もなるほど、建物の移設はあくまでもオプションだから工事費用は個人負担になっちゃうけど、理想の島を目指してぜひ活用してね。あ、そうなんだ。適当に作りすぎちゃダメっちゅうことですね、たぬきくん。何でも金ですね。本当に困っちまいますよ。雪見大福買えないじゃないですか。わかったよ。そしたらある程度立っててからでないと、わからないじゃないか。よーし、わかった。そしたらね、まあ貯金をちょっと返してみよう。あとどれだけだ。貯金を返してみようってね。あ、アホかおい。ローンを返済しましょう。いやいや、もうちょっとじゃねえのか。いや、返せるんじゃねえのか。ローンの返済、預金から1800でいいよ。丸。よっしゃ、所持金からまあ6200。オッケー。どれ、ローンを返済しちゃったぜ。やった、お家のローン全部払い終わった。オッケー、マイル。1000マイルかよ。お前1万マイルぐらいくれよ。苦労したんだよ。ああ、たぬきちさん、増築即したいんです。即お家のローン全部払ってくれてありがとうございました。ダナモピカさんならちゃんと払ってくれると思ってたんだな。もところで今のお家って広さ的には満足してるだなもか。いや、お前満足も何も、お前トイレも風呂もなしのただいまと帰ってすぐお前ベッドですよお前。もし手狭に感じたことがあったら、ここらでもう少し広いお家に増築することをご提案するだなも。
その方が家具もたくさん飾れるし、収納スペースだって広がるから、暮らしにゆとりができるんだな。もとにかくあまり急激に増築したら、貴様のあの瞳孔が収納スペースではなく、貴様の瞳孔が開いてしまうから気付けなければいけないだな。もはい、相談するだな。もよ、マイホームの相談です。増築です。一十百千万十九万八千ベル。あ、いいだな。もよ、お前こらお前街広がんねえよお前。今年のクリスマスはお前、ひでえことになるなこりゃ。屋根の色も変えてみるだな。もか、俺何、あ、適当に選んだ記憶がある。赤、ピンク、黄色、黒、ピンクです。オッケー、屋根の色はピンクね。明日にはお家の工事が完了していると思うからお楽しみに。うん、よっしゃ。はい、それじゃあね、26日はね、どこかのねシェフさんがね、来て料理を作ってくれるらしい。また、それをちょっと実況してみたいと思うのでお楽しみにと。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。